はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第173回でございます。今回テーマが冬休みの過ごし方ですね。先週告知してたタイトル、あとテーマと同じです。で、受験生と、それ以外の方向けに一応分けて話していこうと思います。で、最後の来週どうしようっつうのはあまり気にしなくていいです。最後ちょろっと話しますけどね。では、早速行きましょう。で、ちなみに、今実はこれテイク2なんですよ。なんでかっていうと、さっき話してる途中でくしゃみ止まらなくなってですね、あまりにもひどかったんでカットというか NG にしちゃったんですけど、またね、出そうで怖いっす。くしゃみちょっと我慢しながら喋りますけど、よろしくお願いします。では、まず受験生向けですね、から行きましょう。で、先週、先々週めっちゃ長いダラダラジオになっちゃって、みんなね、聞いてくれた方はね、ほんとお腹いっぱいだと思うので、今週は手短に済ませます。で、受験生はね、もうほとんどの方が、なんとなく雰囲気でわかると思うんですけど、大事なの、一番大事なことは、体調管理です。いい。勉強量ももちろん大事なんですけど、体調管理がとにかく大事。で、あまり夜更かしをしないようにしてください。おそらく、中学校の時も高校の時もそうですけど、長期休み、夏休みとか、一番夏休みがね、夜更かししやすくなりますけど、夏休み、冬休み、春休みっていうのはどうしてもね、夜更かししたくなるじゃないですか。気分もオープンになるしさ。で、わかるんですよ。すっごいわかるんですけど、受験生、こっから体調を崩すちゃ絶対ダメなの。そう。特にインフルエンザとかね、かかっちゃう、うつっちゃうのはしょうがないんだよ。なっちゃったらなっちゃったで、急いで早く治そうっていう風に切り替える力ももちろん必要なんですけど、防げるものは防いだ方がいいじゃないですか。で、そのためには、例えば、手洗い、うがいとか基本的なこともそうなんですけど、あまり人混みに行かないとかね、マスクを着用するとか、そういうこともそうなんですが、睡眠不足っていうところが、ものすごく体調に出やすいです。そう。やっぱり、夜もね、こう使って、睡眠時間を削って勉強したいっていう、そのモチベーションはものすごく偉いと思うし、買ってあげたいんだけど、でもそれをしちゃいけない時期なのも。そう。だから、きちんと寝る。で、できれば、早寝早起きをしっかりするっていう。早寝遅起きじゃなくてね。早寝早起きをしっかりするっていうところを、まず大事にしてください。で、前の時にも少し話しましたけど、受験生、高校、大学受験だったらセンターがまず来るかな。で、センターとか、あとは2時とかもそうですけど、で、高校受験だったら、当日の、時間割というか、が大体わかるんじゃないかな、きっと先輩とかに聞いたりとかも、あれかな、公表してるところもあるかな、きっと。あるよね。で、そういうのを確認して、みんなが実際に受験を受ける時間に勉強するっていう、その、体を作ってほしいんです。試験っていうのは夜にはないので、基本的には。日中ですよね。だから、一番いいのは、もうその試験時間に合わせて勉強する時間と休憩する時間を作ってしまうこと。だから実際のテストが9時スタート、9時から9時50分、で休憩時間20分っていう、もしその試験を受けるんであれば、本当に実際9時から勉強して、50分集中して勉強して、20分休憩してみたいなのをやるといいです。すごい体作りです、そこは。それが本当当日に生きてくるのね。で逆に言うと、もちろん夜型の方を否定するつもりはないです。自分も夜型で勉強してた時あったしね。あったんだけど、でも、やっぱり実際夜でやってしまうと午前中とかぼーっとしやすいんですよね結構。で、そのぼーっとしやすい体のまんま受験受けたらその時もぼーっとしちゃうからね、下手すれば。頭が真っ白になってしまったりとかするリスクが出てしまうので、できればもうこの冬休みは受験の、実際のね、受験の体作りをしていってください。その、冬休みが終わった後、学校始まったら、時間はぴったりにはならないけど、学校っていうのは実際、その試験を受けてる時間とかに授業があるわけじゃないですか。だから、そっちでそこで、せっかく作った体が崩れるってことはないので、ただ、冬休みを崩す時間、そのね、リズムを崩す時間になってしまうのは非常にもったいないので、そこは意識してください。とにかく体調管理をね、意識してやっていきましょう。で、実際の勉強内容としては、これは個々のね、みんなに、その子その子によって違うと思うんですけど、基本的には過去問を中心にやるといいです。高校受験の方なんかは特にね。で、過去問中心で、ただ、おそらく、例えば数学とかだと、塾とか行ってないと三平方の定理とかやってない可能性があるんですよね。そう、で、まだ学校で習ってませんみたいなとこが出てくると思うんですけど、自分の動画でもワークでも構わないので、基本的なところ、そう、三平方の定理の基本的なとことかだけで、公式とかだけで構わないから、
そこはやって、ちょっとね、予習で頑張って勉強した上で過去問チャレンジするといいです。そう、実際過去問やって、いや、習ってねえとこ出てきたじゃんってなっちゃうと、なんかこうね、モチベーションも下がっちゃうんで、であれば、やってないとこをちょっと頑張って先にやって過去問チャレンジみたいな感じでいきましょう。で、過去問をやってね、こう結構心が打ちひしがれると、こんなできねえのかと思う時があるかもしれないですけど、もうそこはできなかった、できない問題に出会ったら、それをできるようにしたら確実にレベルアップするんだって、ポジティブにポジティブに捉えてやっていきましょう。あとは、じゃあ100点満点のテストで過去問やったら40点だった。60点も間違った。でも、うわぁもうダメだじゃなくって、実際みんなが何点取んなきゃいけないのかっていうのは大体わかるじゃないですか。で、それが100点じゃないですよね、ほとんどの方は。で、その40点取った子が、じゃあ55点必要だってなったら、あと15点ですよね。15点って3問か4問なわけですよ、そのテストで。じゃあ、3問4問どこで取ろうかなっていうところをまず探す。それをしっかりできるようにして、プラスアルファまだできるようになるやつないかなみたいな。探して、それもできるようにする。で、頭に入れたこと、新しくできるようになったことを抜かないっていう努力もしっかりしつつやっていってください。で、大学受験の方も基本的にはスタンス変わらないんですけど、センター試験も近いので、まあ、体調管理が一番なんですけど、ただ、まあ、自分であれば、この時期やってたことは、新しいことをもちろん勉強したいなとは思ってたんですけど、やっぱり範囲が広いじゃないですか。で、もちろん、よく出てくる単元、まあ、そのセンターに出てきやすいと言われるところで、まだやってないってあればやっても全然構わないんですけど、基本的には今まで勉強してきたことを確認するっていう時間にすごく当ててました。まあ、あとはセンターの過去ももう一回何回も繰り返し何回も何回もやったりとか、時間配分ですね、あとはね。うん、っていうのを気をつけて、まあ、意識してやってましたね。センターはとにかく時間との勝負なんですよ。本当に時間が足りなくなります。俺結構解くのは、スピードは自信があるんで、当時もね、あったんで、いけっしょって思ったんですけど、でも、学校の先生に、例えば50分だったらね、15分削って35分とかでチャレンジしろ、過去問は、みたいな、言われてたんですよ。で、35分とか10分削って40分とかで科目によって分けてやってたんですけど、いや、本当にね、ギリになる、当日。焦るし。そう。なので、時間配分っていうのをしっかり意識して過去問やってください。まあ、これは高校受験の方もそうなんですけどね。まあ、そんなとこを意識してやってもらえたらと思います。はい。本当ラストスパートになりますので、頑張ってくださいっていうのはあんま言いたくないんですよ。なんなら頑張ってるの分かってるんで。これ特に聞いてくれてる方なんかはね。分かってるんですけど、ちょっとこの言葉しか思いつかないので、応援してますんでね、お互いに頑張っていきましょう。ぜひね、頑張ってください。では、切り替えるよ。じゃあ、それ以外の方ですね。で、まあ、中学校2年生、中学校1年生、まあ、小学生もね、聞いてくれたりしてますけど、あと高校2年生、高校1年生か。で、基本的には、まあ、もちろん受験を意識してる方なんかはね、いっぱい勉強してほしいとは思うんですが、一番大事なことは、まあ、体調管理は同じです。体調崩さないようにしてね、っていうとこは同じなんですけど、もう一個は、ハメを外さないようにしましょう。はい、そこかな。まあ、夏休みの方がね、ハメを外しやすいので、冬休みはそんなにっていう感じもするんですけど、まあ、もちろん、年越しのね、大晦日ぐらいは、まあ、オールしてもいいかなとは思います。個人的には。うん、思ってるんですけど、ただ、ハメを外して、例えばね、夜出歩いて補導されるとか、そういうのがないようにしてください。で、あと、まあ、勉強面でね、話をするんであれば、これは、中学校、中学校も高校もそうですね。2年生、1年生もそうですけど、長期休暇、夏休み、冬休み、春休みっていうのは、それまでに復習、それまでの勉強を復習がっつりできるっていう時間を取れるタイミングにもなります。なので、できれば今までやってきた苦手単元だね。じゃあ中学校2年生だったら、今多分照明とかやってる時期なのかな。まあ、1次関数とかもやってきましたよね。2年生になってから。多分関数苦手な方とかもいると思うんですけど、1次関数苦手だなって思うんだったら、ちょっとさ、この休み使って、1次関数はできるようにしようみたいな。おそらく学校で宿題出ると思うんですけど、この単元は頑張ろうみたいな。全部って思わなくていいからね。1年生から2年生までの全部を頑張ろうって思うと、ちょっと日数足りないから。じゃなくって、この単元はやろうって。理科のここはできるようにしようって。じゃあそのために自分の動画、まあ単元で分かれてるから、動画使ってくれても構わないですし、自分が持ってる問題集とか、ワークのこっからここまでこの単元だから、じゃあここはできるようにしようみたいなのを決めてやっていくといいと思います。
で、さっき、その大晦日にね、ちょっとオールしてもいいよ、みたいな話をしたんですけど、正月が入るので、やっぱりまったりします。これは、みんなのせいってわけではなくって、空気がまったりしますよね。テレビ見ててもやっぱそうですし、正月気分に入るし、あと多分部活がほとんどないんですよね。年末年始って休みになりますよね、あと。で、やっぱご家族の方もお父さんお母さんもね、お仕事休みになったりとか、やっぱりこう、ね、こたつに入ってさ、みかんね、こう食べながらさ、箱根駅伝見るみたいな、みんな見ないかもしんないけど、そう、っていう雰囲気になるんだけど、一個だけね、こう、まあ、勉強ちょっと頑張ろうかなって思う方は、一個だけ頑張ってほしいことがあって、それは、どんなに短い時間でもいいんで、一日ちょっとは勉強してください。これ10分とかでも構わないです。しっかり集中してくれるんであれば。そう、10分とかでも構わないんで、大晦日でも、正月、三が日、1、2、3であっても、あとは多分、お母さんお父さんの実家とかに帰られる方もね、おばあちゃんおじいちゃんのとこ行く方もいると思うんですけど、ね、それでもやっぱ勉強道具ちょっと持ってってもらって、そう、さっき言ったように、この単元って決めてるんであれば、そこを1日ちょっとずつでいいから勉強してください。0分の時間、1日の勉強、0分の日を作らないでほしいんです。これは、やっぱり勉強していくっていう体のリズムを崩してほしくなくって、で、この冬休みをね、こう頑張って毎日ちょっとでもいいからやってった方っていうのは、正月明けた後、冬休み明けた後っていうのもやっぱりリズムができてるので、ちょっと勉強ちゃんとできるリズムができてます。そう。なので、せっかくなんでね、こう冬休み朝寒いとかね、部活だるいとかあるかもしれないんですけど、一日ちょっとでいいから勉強するっていうところをぜひ意識してやっていってもらえたらと思います。まあ、受験生も、受験生じゃない方も全員そうですけど、とにかく体調管理に気をつけて、楽しくて、まあ、充実した。楽しいのは受験生は難しいでしょうけど、充実した冬休みにね、ぜひしていきましょう。はい、ということで、来週どうしようを喋って終わります。これですね、来週、自分この前のダラダラジオ24って間違ったんですよね。25でしたね、日曜ね。まあ、クリスマス当日になるんですけど、まあ、最後が、そう、最後ね、31かと思ったら1日なんだよね。で、一応31、年の終わりにはダラダラジオね、今年ありがとうございましたっていう話をしようと思うので、日曜じゃない時に1本アップすると思うんですよ。で、それは、この1年のね、ことをね、もう、いろんなことを話します。自分が、この1年こんな感じだったこと、いろんなことを話すし、まあ、お伝えしなきゃいけないこともあるので、まあ、それも話していくんですが、で、来週クリスマスでね、その、事前に前、勉強と関係ない質問とかあるかねみたいな振ったら、確かにちょっとね、いただいたんですよ。で、一番多かったの恋バナだったんですけど、そうそう、恋バナとか、あとなんだ、人生の中の一番の失敗とか、あと好きなシリーズは多かった。好きなアニメ、好きな、食べ物とか、歌とか、歌手とか、いっぱいあったんですけど、あと学生時代してたスポーツとか、恋愛のね、こう、相談とかありましたけど、それを答える回にしようかな。ひとまず、ここまでちょっと勉強の関係のね、いっぱい話してきたんで、来週はちょっと崩れたって言ってあれか。まあ、勉強とちょっと離れた回にしようかなと、せっかくなんでね、クリスマスやし、思ってますんで、まあ、この動画見てくれた方にまた質問があれば、まあ、勉強でもいいんですよ。全然勉強答えるんで、いいんですけど、まあ、勉強以外のことで、なんかね、この配置って男に興味がある方いたら、質問書いていただけたら、答えれるものは答えますんで、まあ、そんな感じしようかな。あとなんか案があったら、コメント欄で教えてください。こんなんどうですかっていう。そうそう。かなりね、まだ決まってないんで、そう。ぜひぜひ参考にしたいんで、その辺もよろしくお願いします。ごめんね、頼りっきりで。申し訳ないんだけど。では、今回はハイチのダラダラジオ第173回冬休みの過ごし方というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。じゃあ次回はね、みんなからもらったアドバイスと意見を活かした回にしようと思いますので、もしよかったらそちらの方もね、ぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。